はい、じゃあディナーです。今日食べるのがアメリカピッツァ。アメリカピッツァだけどちょっとおしゃれな。おしゃれ、何が入ってる？カリフラワーとマッシュルームで。悲しい。美味しそう。どう？ピッツァ苦手。うん、美味しい。うん、さっきちゃんと作り方見ればよかった。うん、じゃあもうウーバーイーツで便利だね。うん、うん、おいしい、おいしい。やっぱこれ正解だ。でもさ、東大って女子すごい少ないんじゃん、うん、なんか入るかどうかって迷ったことある？なんか実は入るまで多分女子少ないってあんま考えてなかった。知らなかった？知らなかった。だって高校までって別に半々じゃない。だからなんかそんなに変わると思ってなかった。なるほど。でもなんか例えば地方から出て、うん、なんか東京の大学に行くとか、それって普通なの？考え方としては。それとも結構なんか女の子だったらちょっと近くにいた方がいいみたいで、うん、なんか私の家庭はすごいなんか全然女の子だからみたいなのなかったから、自分で疑問持つことはほとんどなかったけど、でもやっぱり周りの家とかはお兄ちゃんと妹だったら、お兄ちゃんは東京で妹はなんかその都道府県の県庁所在地のなんか県立とかがいいよねとか公立がいいよねみたいなのは結構聞き慣れた話ではあったかな。やっぱり女の子だったらそんなにいい学校行かなくていいみたいなのは古いっちゃ古いけどまだある家にはあるし、やっぱなんか個人的にはそれ以上になんか女の子だからまあいいやみたいな考えをむしろ子供自身がなんか成長する過程でだんだん身につけていくみたいなのがあるのかなと思って、私結構まあなんかすごい勉強得意だったから子供時代とかになんか褒められたりとかすることあったけど、なんかよく言われたのがなんか女の子なのにすごいねみたいな、なんかで多分すごい褒めてくれてるつもりだと思うんだけど、なんか最初は結構それ得意な気持ちで思ってて、なんかすごい褒められてる。でも多分裏を返せば今考えればそういうことだったのかな。確かに。でも実際入ってやっぱり女の子少ないなってびっくり、うん、びっくりしたびっくりしたびっくりした。私がいた時 17% で多分 20% 超えたこと一度もあの学部レベルではないらしくて、なんかもっとびっくりしたのがなんか大学行った時に中国と韓国の学生との交流会みたいなのがあったんだけど、その時になんか中国も韓国もほぼ5割ぐらい、韓国は 40% くらいだったかなっていうのを聞いて、それでむしろびっくりしたかも。なんかあ、大学って女子少ないもんなんだって思ってて、で似たような、まあ、いろんな文化のアジアの国の数字を聞いた時が一番びっくりしたかも。確かに。でも女の子が少ない、東大では少ないっていうのは、うん、そもそもどういったデメリットがあると思う？うん、やっぱすごい結構東大出た人ってなんか政府の中心で働いたりとか、うん、大きい企業とかですごい日本引っ張っていく人が多いと思うから、なんか差別的な考えを持ってる人が多いとは全然思わないけど、でもそもそも女性がトップの位置にいないことにみんな慣れて、でそのままその人たちが多分今後も社会を引っ張っていくってなると、引き続きそれが普通の社会がこう再生産されるっていうか、そういうのはすごいあるかなって思う。でもそれってどうやったら今の2割を国際的な5割に変えるのに、うん、いやそうだよね。なんかそのクオータシステムというか割り当てシステムみたいな話もあって、うん、なんかそれはすごいやっぱり賛否両論あるかなと思ってて、なんか文化変えるのってすごい難しいから、もう最初数だけ変えてクオーターにすればいいってことを言う人もいるけど、でも逆にそうすると例えばいる女子学生の平均点の方が男子学生よりも低いみたいな状態になっちゃうじゃない。逆に不公平、そう合格点が差があるから、まあ、不公平だし、あと例えば女子学生は勉強ができないみたい なんか新しいステレオタイプができるのが嫌だっていう気持ちもまあすごい分かるし、何がいいんだろうね。私がいいのかなと思うのはやっぱり高校生とか、まあ、中学生の上の方とかになんかどんどんアプローチして、その普通に勉強したかったら勉強するのも普通だし、なんか夢があった夢をなんか追求するのも普通よっていうことをなんかずっとメッセージを出し続けたりとか、
まあ、あとやっぱりロールモデルみたいな、その東大にいる女の子もそうだし、社会で活躍してる女性とかと、まあ、なんか女子学生をこう結びつけるみたいな、すごい大切かなと思ってて、なんか私自身地方だったからさ、やっぱなんか身の回りにいる女性で働いてる人ってほぼ学校の先生と か、うん、なんか図書館の人とかそのくらいしかいなかったから、なんか、そう思うと、なんかそういうあんまりアクセスが少ない人たちとかにもロールモデルみたいなのもなんか東京から供給できるようになったらすごいいいのかなって思ったりしたかな。実際東大に入ってなんかこういう人と出会えてよかったとか、なんか自分のこういう考え方が変わったとか、そもそも入ってよかったみたいって思うようなところってどういう、なんかやっぱ友達はすごいよかったかな。なんか私すごい真面目だったから、なんかこう与えられたテストとかでいい点を取るの得意だったけど、なんか自分からすごい行動したりとか、なんかクリエイティブな発想したりとか本当に苦手で、でも結構東大に行くとなんか女の子の仲いい友達で、なんか私アフリカ興味あるから南スーダン行ってくるわみたいな友達とかいて、あ、なんか意外とそういうのって普通なんだなとか、あ、なんか別にこう自分の考えが変かもっていうのをなんか怯えてない友達すごいたくさんあったのは本当に良かった。確かに、なんか私も出会った女性の中で自分のキャリアに集中したいとか、うん、まあもちろんこう子供を持つのがもうすごく幸せなことではあるんだけど、うん、なんか他にこうやりたいことがあってそれに向かってこう頑張ってる人もいて、それを見るとなんか、うん、あ、なんか私もこういうのになりたいなって思う時もあって、うん、そうだよね、うん、なんかかつそういう人たちがさ、なんかこうすごい自然にって言ったら変だけど、なんか別にこうなんかプライベートライフとキャリアをなんかどっちの選択をするときになんかキャリアだけを選んでこう戦い続けてるみたいな感じでもなくて、結構ナチュラルになんかやりたいことやってるのよっていう感じで活躍してるのはすごい参考になったかも。なんか、かつなんか日本のステロタイプって活躍する女性はなんか全ても家族も捨ててみたいな、ビューティーも捨てて成功を目指すみたいな結果あると思うんだけど、なんか全然そうじゃないっていうのは分かってたかも。確かに、なんかいいバランスが取れると、そうだね、そうだね、なんか別にそうトレードオフじゃなくていいっていうのはすごい分かったかもしれない、大学の時いつも女子力低いって言われたりとかしてた。女子力ね、女子力って私たち大学ぐらいの時にできた言葉だと思う、誰が作ったのそれ。新しい言葉だよね多分。それってイメージ的にはどう、女子力が高い人と女子力の低い人ってどう違う。なんか大学友達とそれ話してて、なんか英語に訳したらどうなるかみたいな、ガールズパワー。でもなんか、Girls power。ガールズパワーはさ、なんかすごい女性のエンパワーメントって感じがするじゃん。なんか逆かなって思ってて、なんか女子力を誰かとしてたのね。なんか、まあ、結構一部では納得かなって思って、なんかこう日本で良きとされてる女子の姿みたいな。え、例えばどういう？なんかいい奥さん。うん、料理がうまいとか。そう、料理がうまくて、まあ、すごい身綺麗にしててみたいな。なるほどなって思ったよ。もう私たちって知り合ったのがいつだったっけ。覚えてない、覚えてない。そんなことある。覚えてないね、でも、私思い出せない。いや、でも出会えてよかった。いや、もう本当にみどりがもうとっても素敵な女性で、頭も良くて、やめてよ、可愛くて、仕事もめっちゃできて、優しくて、当然あれだよね、なんか女の子少ないからみんな何だかんだ知り合いになるみたいな。確かにそれはあるかも。連帯感。